今度は沈みをします。沈みは前足を前に送り出し、下半身を安定することによってついてる剣より低く重心を沈みませます。はい、前剣突きに対して前足を前に送り出し、腰を割って体を沈めます。これを最初はゆっくりやります。今度は早くやります。今度は右剣でも同じ姿勢になります。今度は左面突きに対して胴を突きます。今度は右肩について胴を突くんですが、沈みをするために腰が回りにくいので、左足は左前方に持ってき、腰をなるべく回転しやすく突きます。そして突きは速拳ではなく伏せ拳の波動突きで突かすことによって、スナップで強い拳が打てるようになります。次は思い切り突いて突っ込んできたときに、もろ手狩りという投げ技があります。ひねり身は相手の突きに対して左側に体をかわします。あるいは右側に体をかわします。そして相手の後ろ剣の直突きに対して前足を左はす前に出し、重心を前足に乗っけ、肩をひねると同時に体を回転させ前傾姿勢になります。前剣の突きに対して
右に最初にひねります。この時には横身とも言われております。あまり体をひねれず横に体を倒します。今度はその眉間の突きに対して左の胴突きで合わせます。今度は右面突きに対して左足を左横に持ってき体をさばきます。今度はその後ろ剣の面突きに対して胴突きをします。ひねり技は体を練ってひねるひねり身になるわけですが、これを一人練習で何回か反復練習をしながら体を練り込みます。まず眉間をついてきたと仮定して、それを右で横受けして左の胴を突きます。右突きに対して左で横受けして右に胴を突きます。このように何回か体のひねり練習を練り上げることによってひねり技がつけるようになってきます。くぐり身は主に横面打ちに対して、それをくぐりながら側方に抜ける技であります。この時に膝頭を十分柔らかくし、そして首もできるだけ柔らかく最初にしていきます。そして首を右から横打ちに対しては首を横に傾けながら上体を前に倒し、そして目は帯の結び目を見ながら頭と体を旋回して側方に抜けます。今度は左からに対しては左足の前に重心を乗っけながら右へ抜けます。